皆さんこんにちはゆうりです2021年カラオケダムの歌唱ランキングで3冠を達成しました楽曲別の1位と歌手別の1位おうちカラオケの1位になりました自分の曲がまさかこんなにたくさん歌っていただけると思ってなかったので本当に嬉しいですこれからもぜひたくさん歌ってくださいありがとうございました あの履歴を自分でカラオケに行った時に見た時に自分の名前とか自分の楽曲が入ってるのを何度も見てであこんなに歌ってくれてるんだってその時思っていたんですがまさか年間一流取れると思ってなかったので本当に嬉しいですありがとうございます。どの曲もも本当にに上手に歌おううっていう気持ちよりもなんか そこにいる人たちだけにでも届けようっていう曲で気持ちでいつも歌ってるのでカラオケにもしも3人で来てたらその2人が本当に感動するように歌おうとい,ういつも気をつけているので皆さんもなんかそういうところを意識して歌歌歌うといい歌が歌えるのかなって思いますあの YouTube の方とかにあの歌うポイントとかをすごく説明している動画を上げてますので皆さんそちらもぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。 スピッツさんのそれこそ「チェリー」とか「空も飛べるはず」とかそういうまあみんなが知ってる曲がすごく多いのでやっぱりこう歌ったカラオケで歌った時にすごく盛り上がるのでスピッツさんの曲を結構全般的に歌ったりバンボーブチキンさんも「天体観測」とかもやっぱり歌ったりしますし結構盛り上がる曲がやっぱりカラオケに行ったら楽しみたいっていう気持ちがすごく大きいのでみんなで盛り上がる曲を歌おうとスピッツさんとかバンボーブチキンさんをよく歌ったりしてます。 2021年は自分の作った楽曲がこうたくさんの人に聴いていただけたりして今回このカラオケでもたくさん歌ってもらえたということでなんかすごく自分を知ってもらえた年だなと思ったので2022年も変わらずに自分のちゃんと音楽を作って歌って2022年もたくさんの方に自分の音楽を届けたいなと思います。 皆さんたくさん僕の曲を歌ってくれてありがとうございますえこれからも素敵な曲を頑張って作りますので皆さんこれからも僕の曲をいっぱい歌っていただけるととても嬉しいですよろしくお願いします